どうも、弁天クルーのタイガでございます。まずはじめにですね、いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。何よりチャンネル登録が100名越したっていうこともですね、僕たち自身非常に驚いている現状でございます。本当に、まだまだ少ないのは少ないんですけど、多くの方に見ていただきまして、いつも本当にありがとうございます。で、今回はですね、動画と、ラジオを僕たちやってるんですけど、その中でいただいたコメントで、ラジオと動画を切り離して別チャンネルを作ればいいんじゃないかっていうコメントをいただいたんですけど、ちょっとそれに対する僕たちの考えっていうのをお伝えした方がいいかなっていう、そういう時期にも差し掛かってるのかなと思って、ちょっと動画を作らせていただきます。まずご説明なんですけど、知らない人も多いと思うので、説明させていただきます。で、動画に関しては、基本ここ最近は、僕の好きなスニーカーをメインに動画を上げさせていただいてます。今日はですね、ちょっと T シャツの動画なんかも上げてるんですけど、基本的にはもう僕の好きなファッションとかっていうカルチャーのものを取り上げたいなと思って動画を作っております。で、また別にラジオですね、YouTube のラジオ、こちらも音声のみではあるんですけど、僕とあとこのチャンネルを一緒にやってくれている相方の大ちゃんと二人でフリートークをするっていうのがラジオでございます。で、ラジオの内容としては、YouTube にいただいたコメントを生声で返したりとか、あと今週はこういうのを買ったよっていうこととか、気になるニュースのこととか、あとですね、明日からこういう音楽を聴いてほしいっていう音楽のおすすめをしたりしているのがラジオでございます。なので、ラジオなんか聞きたくないっていう人もですね、多いと思います。僕たちのチャンネル登録をしていていただいている方で、たまにこの週末に上がってくるこの2つのラジオは何なんだっていう方も多いのも重々承知でございます。いただいたコメントで、チャンネルを別にしろっていうアドバイスも僕たち重々承知でございます。で、なんだったらそれについて大ちゃんとこうちょっと口論になったこともございます。ただ僕としてはやっぱりこのスタイルを続けたいっていうのが一つありまして、というのも、正直僕が上げてるような動画って今いろんな YouTuber さんがやられてることとほとんど変わんないですよね。パクリって言われてももうしょうがないかなっていうレベルだと思います。その中でやっぱり僕としてはどういう人柄のやつらが、こういう動画を上げてるのかっていうのを非常に知ってもらいたいっていうのが大きいです。で、なんで、ラジオやるかっていうとやっぱり YouTube を見る人って情報を得に来てる人が多いと思うんですよ。こういうスニーカーがこうであったりとか、こういう服はこういうものなんだとかっていうのを情報を得に来てる人が、僕たちを結構見てくれてる方が多いのかなと思います。で、そんな中でやっぱりどういう人たちが、動画を提供してるかっていうのを知ってもらった方が僕としては今後いいんじゃないかなと思って、ラジオをやってるっていう点も大きいです。で、もちろんいろんな YouTuber さんが、このシステムというか、これをやってないっていうのは、デメリットが多いからっていうのももちろん分かった上でございます。チャンネルとしてはですね、評価にはなかなかつながらないかなとは思うんですけど、やっぱり少ないながらも見ていただいている方に、こういうおじさんお兄ちゃんたちが動画をやってるんだよっていうのを広く知ってもらった方がゆくゆく今後のためには僕はいいかなと思うので、続けている次第でございます。もちろんですね、今まで贔屓にしていた YouTuber の方、例えばスニーカー YouTuber の方とか好きな方がもちろん他にもいらっしゃると思います。で、そういった方と比べても僕たちが劣るっていうのも、重々承知でございます。で、なので、もう YouTube 入ってくんなよっていうお気持ちもわかります。で、僕自身も結構そういうふうに思ったりもする時もあります。iPhone 3GS かな買ったもう10年以上前の頃から、僕も YouTube ずっと好きで、まだヒカキンさんが
マリオのビートボックスとかをまだ上げられてない時からかな。僕もずっと見てたんで、昨今のまあ今芸能人の方が YouTube にこう、参加してくるスタイルとかもちょっとなーって思ったりもしたりもするんですけど、やっぱり僕たちは僕たちなりにこう好きなもの、服とか音楽、靴とかですね、まあ文化、カルチャーですね、を動画に残したいなっていう、僕たちが好きなものを好きな人たちがなんか友達になれたらいいなっていうスタイルで動画を上げさせていただいているので、もしですね本当に好きな方がいればぜひぜひ見ていただければなと思います。でやっぱり人間なんでどうしてもこう作ってると欲が湧いてくるんですよね。しょうもない動画だなって思われるかもしれないんですけど、あんな動画でもですね、やっぱり、2、3時間は結構かかっちゃうわけですよ、編集なんかに。なので、どうせやるからには、見てほしいなっていうのも僕の今の気持ちなんで、もちろん、いただいたコメントなり、ご指摘とか、アドバイスはですね、真摯に受け止めながら、まあ、僕たちのスタイルでやっていくのはやっていくんですけど、やっぱり見てもらうためにはどうすればいいのかなっていうのも、日々試行錯誤しながらですね、今後もやっていくつもりでございます。で、まあ、あと、なんだったらですね、動画を始めたきっかけも、もともとはラジオなんですよ。3月にですね、僕が思い立って、YouTube でちょっとラジオしようよっていうのを大ちゃんに声をかけたのがきっかけでございます。なので、で、まあ、その時にですね、まあ、ラジオをこう何回も重ねるごとに、動画もやってみたらっていうことをですね、まあ、ラジオを聞いてくれてた方からコメントいただいて、まあ、動画を、最初はですね、料理の動画、まあ、僕料理も趣味なんで、料理の動画を作って、そこから、じゃあ、僕の好きなスニーカーの動画もやり始めようか。ということで始めたのが今のスタイルでございます。で、いつの間にか、まあ僕の好きな方に好きな方にこうどんどん動画に関してはシフトしていって、スニーカーであるとか、まあお洋服の話が、まあメインになっちゃったんですけど、基本的には今後もですね、まあそのスタイルは崩さずにではあるんですけど、まあ本当にさっきも言った通り、カルチャーの部分を強く押し出していければなと思っております。じゃあ、弁天クルーって何なんだよっていう話なんですけど、まあ、大阪にですね、弁天町っていうところがあって、まあそこ、まあ下町ですね、まあ東京で言えば赤羽とか、まあそういったところだとは思うんですけど、まあそこで、まあ僕と、まあ大ちゃんが、一緒によく飲んでたんで、まあそこで、まあ弁天クルーってつけただけです。で、まあお互い洋服であるとか、まあヒップホップをメインに音楽も大好きなんで、まあそこからこう、まあ二人で集まることを、まあそういう名前にしちゃったんですけど、まあそれをそのまんまチャンネル名につけただけでございます。特にこう、大いな意味体はないですね。はい。なんですけども、まあもしよろしければですね、今後とも見ていただければなと思っております。なので、まあご指摘いただいた方であるとか、あとまあラジオ邪魔だわって思ってる方にはですね、本当に申し訳ございません。で、申し訳ございませんと謝っておきながら言うのはあれなんですけど、一応今後もですね、このスタイルは崩さずやっていくつもりでございますので、そういった方はですね、よかったら、気になる動画だけ、まあ、スニーカーの動画だけとかでも、見ていただければと思っておりますので、今後とも何一つよろしくお願いします。以上、弁天クルーのタイガーからでした。See you next time. Bye bye.